はい、どうもこんばんは、カズリアでございます。どう、可愛いでしょこれ。ほんで今日はね、これテラリアっていうゲームね。ほんで、まあ、すごい基本操作簡単なんだけど、まずはね、これ伐採していこうかな。とっとっ、よーしよし、木材ゲット、どんぐりパでゲットできたわ。こうやって道具をね、あ、奥にペンギンみたいなのがいるの。よーよーよー、あ、ペンギンだペンギン。的になって、なんかの材料になるなこれ。ペンギンはやれないわ、さすがに。まず木材カットしてね、家作り頑張るぞこれ。よし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 。ほな、ここら辺も平らにならすか。なんか水があんな、これ。あ、やべやべやべ。あ、水流れていっちゃった、これ。な、川の横にね、ちょっと家でも建てようかしらね、これ。おー、ちゃんと石ブロックも割れるんだね。もうちょっと低くしたいんだけど、ここら辺でちょっと合わせていこうかな、これ。さあ、どんどん削っていくぞ、削っていくぞ。やっぱね、このカズさんのゲームって言ったらね、整地が醍醐味だからね。やばい、こっからなんか出てきたな、敵に。私がやってやろう。つい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 と、あ、ジェル2つ手に入れたぞ。ちょっといろいろね、作っていきましょう。さあ、こちらの画面でね、まあまあいろんなもの作れるようになってるんだけど、まず今作れるものとしては、あ、松明作れんだこれ。松明作んまーす。ほんで、木の足場とかワークベンチ、あ、これ1個あることでいろんなもの作れるようになるんだな。木の足場もね、いろいろ大切だからね、もう作りまくって、まあワークベンチをポイッと置いて、メニュー画面を開くと、ほーら、作れるもん増えてる。木の扉、これ必要だよね。2個ほど作って、他にも、あ、道具作れるぞこれ。木のハンマー、まずはね、夜が来る前にいろいろ作っていくんだぞ俺は。よしよしよし、いい感じ、いい感じになった、いい感じになった。ちょっとね、材料調達行ってまいります。やっぱ石とかがいいよねこれ。石のブロックちょっと使わせてもらおう、これ。あ、やばいやばい、暗くなってきた。石ブロックをまずはここにね、今やって、よーし、完全に守った。ほんでこれで背景か。おお、いいねいいねいいね。背景ちょっとね、かっこよくやっていこう。ほんで、あとは木の扉をプイッと。ほんで、ここにもプイッとやれば、あ、家出来上がり。あとは、松明でも、あ、いい、おしゃれおしゃれおしゃれ。誰誰だ、お前。あ、ゾンビ来た。ちょ、来んなって。来んなって。おい、連続刺し、連続刺し。おりゃ。おお。え？またなんか来たよ、これ。まあいい、迎えてやろう。我が連続雑誌を味わうがよい。で、よーし。あ、今やられるつもりなかったんだけど、ちょっとよくも、お前のせいだろ多分。よいしょー。やっぱ装備整えないとダメだな。なんかいろんなもの作れるから、木の兜、木の足やって、ほんで木の鎧。よしだいぶ強くなったなこれで。よし、まあとりあえずね、拠点はできたところで、どっかに洞窟っぽい場所があると思うんだけど、よいしょ。あー、ほらあ、やべ、やべ、待てこれまずいんじゃないのこれ。で、あ、やばい、いや、いっぱい来た。まずいな、これ。ちょ、逃げて。待て。え、来た。ただいま。いやー、ちょっとなんとかしてね、さっきの鉱物ね、なんか銅っぽいのが見つかったから、あれだけちょっとね、さらっと一瞬取りに行きたいなと思ってます。あった。いけるはず。あ、よし。よし。銅鉱石だって、これ。よし、安全地帯、ゴールイン。あー、危なかった。2匹もなんかついてきてた、虫みたいなの。やだ。あ、やべえ、壊した。待って。あー、入ってきちゃった。よし。入ってきちゃった。まずいよ、これ。あー、行っちゃった。もう、まだ中にいるよ、お前。弓矢、よーし。あ、かまどなんてもんもあんのこれ。作る。かまどを設置。あ、銅のインゴット作れるようになった。よいしょ。あー、なんかいろんなもの作れるようになってる、素材から。あ、いいじゃんこれ。あー、今度こういう攻撃になるんだ。ちょっと攻撃してみたいよなこれ。いくぜ。えい。あー、ちょっと強くなってる。前より強い。ノックバックが。よいしょ。お前強いな。
うわーなんか俺こんだけでめっちゃ強くなったような感じする。ちょっとねあのこれマルチプレイができるんですよ、8人マックスで。ほんでまあもちろんね今ね私そんなお友達いないんですけども、8人もね。ただ今一緒にプレイしてくださる方がいらっしゃるので、ちょっとそっちのステージの方遊びに行ってちょっとねいろんなことしてみたいなと思います。ではね行ってみましょう。ぽい。はい、というわけでなんかねすげえワールドにやってきましたよこれ。ちょっとね私の作ったワールドなんか違うな。でちょっと本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。ではねちょっと釣り人さんに声をねかけてみたいなと思います。あーどうもどうも、魚を見つけてくれないかい、話聞いてくれよ。水が好きなジャングルの猫を見つけたんだ。きっとその猫は魚なんだと思う。どうしてそんなとか知らないし知りたくもないけど、でも釣ってきてほしいな。んじゃね、ちょっとこの宝箱の中になんかいろいろあるみたいなんだけども、よいしょ、おーなんかいっぱい入ってんだこれ。ちょっと全部ねこれいただいていきましょう。さあではですね、はい、見た目がこんなゴージャスになったところでね釣りに出かけますよ。この道中は特にないけど、何ですか今のその二段ジャンプみたいなのは。あ、普通にジャンプでいけた。わわわわわわ、ゾンビが出てきた。来たな、ゾンビ。さーて、この奥に何かがあるはずなんだ。ああ、よいしょ、羽を閉め。よーし、ジャングルに入ったぞ。よーし、なここら辺でちょっと釣りを構えようかな。あー素晴らしい土台が出来上がってきてる。あら、あれ戦線離脱されましたね、今一人が。やっぱこのピラニア危ないな、ほんとに。下手するとね、すぐやられてしまいそうだこれ。あぶら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 、あ、やばい、入ってしまった。まずいぞこれは。いやもう釣りも命がけだなこれは。あー帰ってこれた。うな、早速ね初釣りチャレンジです。釣り竿を持って ZR ぽい。あー分かる、あーやばいやばいやばい、まず頑張れ。よいしょ、あー呼吸できた。あー危ない。よしここで手前のところに落とす。さあなんか釣れるといいんだけどな。あ来た。お、あ釣れた、これは釣れたぞ。うわー魚釣れたわー。素材だってさ、ただちょっと目的のやつじゃないなまだ。あ来た。あちょっ、なんだあれは。もうちょっとこっちから釣った方がいいかな。死なないでくださいね。来た。次は木箱が釣れたぞ。あらま、あこれ何だったんだろう。古びた靴か。木箱を、おなかなかの餌。最後釣れるといいぞこれは。よいしょ。やっぱそう簡単にはね釣れないよ、いい餌がないとね。なまたちょっとね次の目的地の方を行ってみようかな。お帰ってきた、ただいま。よしなね、次はねボス戦ですよ、ボス戦。おお敵かと思った。お砂漠地帯に入りましたぞ。あここピラミッドなの。なこの奥に何かが。わー暗い。宝箱も、よいしょ。なに瓶詰めの砂嵐、高いダブルジャンプができる。もう装備した。おーすごい。あこれすごい楽になったわこれ。すごいぞこれは。おボスっぽい雰囲気が。とにかく喋りかけよう。よ老人さん、わしの呪いを解くには未熟すぎる。もっと強くなって戻ってくるのじゃ。呪いぽい。あ、やべ、もう出てきた。早い。びっくりしたわ。この手をね、まずちぎっていきたいな。よいしょ。ああ、まずい。ちょっと一旦、みんな任せた。ポーション。よいしょ。おー、右手が壊れたぞ。右手は。一人やられた。まずい。そう。ちょっと待って。別のボスが出てくるだろ、ちょっと。ダメだよ、そういうの。ちょっと、実況的にはいいんだけど。やめ。よし。怖くなってる。よいしょ。あ、いった。ただまだ別のボスが余ってるぞこれ。よいしょ。よし、あー倒せたー。無事倒せましたね。やりましたね皆さん、お疲れ様でございました。さて今のボスを倒すことでなんとね、このさらに奥のダンジョン、これ行くとね
僕やられちゃうから今は行かないけども、さらなレアアイテムがねいっぱいあるみたい。もしよかったらみんなもね、みんなと協力してあのボス戦挑んでみてくれ。よし、みんな私の村にちょっと戻ってみよう。はぁ、ただいま。なんだろうこのしょぼこのしょぼさなんだろう。ちょっとよーし、朝がやってきたみたいだ。とりあえず石の壁この土っていうのがね、特にねなんかちょっと微妙な感じがするから、あーよいしょ、せめて石ブロックで、木の扉をつけて、あーなくなった。せめて2階建てに頑張ろう。ちょっと今回、あーできた。ほんであとは壁をねピピ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 と、あー材料なくなった。ちょっと壊して、あと松明をポイッとポイッとポイッポイッ、ほんでポイッ、こうか。あーできたできたできた。あーとりあえずこれでね、立派な豆腐が出来上がりましたあら村人が住み着いたな、いつの間にかいや、ようこそようこそ、よかった村と認識されて。こんな感じで今回終わりますかね。いや、なんかすごい楽しいな。少しずつね、アイテムを集めて、なんかいろんなものを作れるようになるんだよね。まだまだこれからね、発達していくはずなので、はず。っていうか、もしよかマルチとかもしようかな、今度ね。あ、またね、なんかツイッターかなんかで募集とかすると思うから、もしよかったらみんなね、参加してみてくださいね。ほんで、今回はね、Wii U 版で遊んでおります。まあ、こちらダウンロード版もあるし、普通にね、ショップとかでも販売されてるので、もしよかったら皆さんもね、遊んでみてください。それでは本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイバイー。